茨城町上、石崎茨城県道500号茨城、大洗自転車道線は、茨城県東茨城郡茨城町から、大洗町までを結ぶ自転車専用の県道である。日沼川、日沼沿いを通る自転車用道路で、日沼川左岸、日沼五岸を通る西半分は自転車専用道、東半分は一般県道重複の併用道路となっている。 1974年6月10日、新規自転車道の県道路線として、起点を東茨城郡茨城町大和長岡、終点を東茨城郡大洗町大技岩井町とする、区間が県道茨城大洗自転車道線線として、路線認定され現在に至る。ABCD、津茨城県道路元協調書平成26年4月1日現在、 県道路線の認定、茨城県法第6228号 P3 道路の区域の決定、自転車歩行者道の専用指定、茨城県法第7292号 P3 道路の共用の開始、茨城県法第7306号 P7 道路の共用の開始、茨城県法第3033号 P11 ありがとうございます。